が伊沢病院だけでこの地区に必要とされる医療が充足するとは必ずしも言えないと私は考えています。この間のこの各医師会の先生たちの書いたものにもありましたけれども、伊沢病院先生が書かれたことにですね、一つこうあります。伊沢病院の救急医療は高齢者医療によって圧迫されている。それから我々の伊沢病院も救急医療をやってるんですけど、我々の救急医療、救急車が運び込まれてくる内容の中に、専門性から言えば伊沢病院に行った方が良かったのになというふうに思う救急車も少なからずあります。でもそれは伊沢病院にたくさん集まるから受けられないから来るんですね。結局ですね、伊沢病院は非常に頼りになる大黒柱ではありますが、伊沢病院全部頼るということになると、それは全て受け止めていただくわけには、受け止めてはいただけないだろうというふうに危惧しております。場合によっては、診療制限などがされる可能性があるんじゃないかと私は危惧しております。今の国のこの地域包括ケア医療を行うにあたって、診療制限はこれはいただけない話であります。やっぱりその地域包括ケアを大事にする医療を行うにあたってはですね、これは医療は福祉ですよね。行政がその福祉的な観点から医療を保障するということになりますので、しっかりその辺を保障してあげないと、診療制限があってかかりたいのにかかれないなんてことがあってはいけないというふうに私は思っておりまして、我々だから敷居を低く、門戸を広く見てほしいという患者さんはできるだけ断らないで見るようにしようと思ってます。それが我々の病院の基本姿勢です。それからですね、例えば今回はこの3年ぐらいコロナ禍にありまして、感染症医療というものがありますが、感染症医療というのは多分ですね、このコロナが始まった時に多くの病院では、できればこのコロナの診療はやりたくないとか、ちょっといろんな観点からできないなとか、いろんな病院なりのいろんな考えがあったと思います。我々はですね、公立病院ですから、これは基本的にこういうコロナのような感染症医療、それから例えば災害医療、そういうものはしっかり自分たちがその担うんだという責務、我々の責務であるというふうに考えてやるような、そういう職員の気質が固まっております。どこかがやらなきゃいけないであれば我々がやろうということで、実際コロナの診療はそれなりに我々はできたというふうに、できたのではないかと一応考えております。例えばこれに関しても例えば県立伊沢病院に、コロナ診療まで、負荷をかけ、そういう負荷までかけてしまえば、多分いろんな不都合な、例えば危機管理の意識の点でもあまりよろしくないのではないか、そういう機能は分散した方が奥州市の医療にとっていいのではないかという考えもあります。このようにですね、我々の医療施設は、例えば私自分が今いるから言うというよりは、職員の皆さんが奥州市の医療を考えてみんな仕事をしてるんですね。それはコロナもそうですし、地域包括ケアもそうですし、救急医療に関しても決して伊沢病院のような救急医療を担える力はありませんが、医師数も少ないですけど、ただ我々もやっぱり自分たちが見ている患者さんの救急、あるいは具合の悪い時の医療を保障するという観点から、できるだけ救急医療をやろうということで、伊沢病院が3000点のうち、うちは600点ぐらいで5分の1でしかありませんが、そうすることによって、でも伊沢病院の負担は少し減らしてあげる、減らしてそのこの地域の医療を少し安定させる働きもあるんじゃないかなというふうに思ったりしております。ですから私はこういう病院は一応将来のためには
残しておく方がいいのではないかと、まあ、手前味噌かもしれませんが考えております。あの財政に関しては確かにこれは何とかしなければいけないというふうに考えておりまして、今も一生懸命その赤字幅を減らすための努力、それからいろんなことを考えています。まあ、今年度はあの、まあ、前年度よりも営業収益で 20% ほど増えております。これはあの補助金と関係なくです。まあ、こういうことをさらに増やしていかなければいけないなというふうに常々考えております。あとあの、まあ、医師確保に関してですが、これもいろいろありますが、あの先ほど医療局の方からも多少話がありましたけど、数年後に定期的に医師を派遣していただけるような、システムを今、ある部署とある大学と、オンゴーイングで、交渉中というか検討中であります。まだ形を成していないのでここの場ではっきりと申し上げられませんが、まあ、かようにその医師確保に関するその努力も続けております。さらに今後もさらに続けていこうと思います。まあ、以上のような状況なので、まあ、今まで私はこの場に出て話を自分の意見を話す機会がなかったので、まあ、一応あの申し上げさせていただきました。ありがとうございます。はい、説明以上になります。はい、ありがとうございます。今までの説明について何かご質問とご意見とございますでしょうか。はい、本題に本当です。あの先輩、尊敬する先輩である菊池先生の熱い思いよく拝聴しました。ただやはり現実は厳しいと言わざるを得ないと思います。でこの私医師会の代表で来てますから、この黄色い冊子見ていただけると、3ページと4ページに書かれている意見が一番あの見抜いている、問題を見抜いている意見だと思うんですが、やはりその医師確保の問題も今菊池先生おっしゃってましたけど、あのやっぱり水沢病院みたいな大きさの病院にはなかなか医者が来ないという現実はあります。であと感染症の話を今盛んにされましたけれども、感染症の最初はあの小野寺先生がいたからコロナもうまく最初の立ち上がったと思うんですが、今感染症専門の先生いないと思うんですね。で今後もそういう先生をリクルートすることなく、そのこの感染症を、ね、見たっていうことであのおっしゃいますが、それがあの新病院で存続し得るのか、その点。あとまああのあとこれはあの両立をプロジェクトの方に言いたいんですが、7割賛成という言葉を連呼されますが、あのその対象者は市政懇談会、出張懇談会参加者合計の562人ですか、その母数は7割は連呼しない方がいいと思います。そんなに賛成している人が多いとは思いません。あのコンサルタントが書いた私は悪い夢をみんなで見てるというふうにしか思いませんけど、まず一番聞きたいのは感染症対応とおっしゃるならば、感染症に対応する医師をリクルートする気があるのか、うん、そこをちゃんと言います。あのちゃんとさせないと、やっぱりこの収支見てるとこの 3年間は病床利用率が65.9%、あ、35.9%、33% で赤字は9億、10億、9億ですよ。先生、やっぱりいくら頑張ってると言っても、やはり現実は見ないと、それをずっと永遠にあのその付けを払うのはやっぱり市民です。市民、うん、やっぱりこういうあの頑張ってるのは分かります。頑張ってるっていう市民、職員も頑張ってるのは分かります。ただこういう赤字を出し続けてまで病院をする状況にあるのか、新設までしてやる状況に本当にこの市は必要なのかっていうことをあのやっぱり私は問いたいです。だからまあ感染症のお医者さんをリクルートできるのか、あとその7割賛成ということをあのそんなに大きい声で言えることなのか、やっぱりそこはちゃんと答えていただきたい。7割と寄り添うプロジェクトの代表の方、7割、これいろんな市民で言えば
バイアスがかかって、お、市民7割して賛成してるんですねっていうことになりますよ。ただ実際にはあの市政懇談会で見せたのは、あのコンサルタントが中心になって作ったイメージビデオですよね、完全なね。で、まあほとんど誘導するような、賛成に誘導するような形に作られているビデオだと私は思います。現実を見せないで毎年10億円の赤字を出す病院っていうことはほとんど説明しないで、あのああいうビデオを作ってるわけだから。で、医師確保も正直これ答えに全くなりません。何回聞いてもこの100床の病院をやれる医師のリクルートになってるかって、とてもならない。でまた同じような、もっとすごい赤字が出てくるような病院を建て直すに過ぎない案だと私は思います。だからその辺をやっぱりあの医師のリクルートどのようにやるのか、そこはやっぱりもうちょっと、さっき佐々木で一生懸命説明されたけど結局何の答えにもならないんですよね。この病院を建てる根拠になる医師のリクルート、これがなければ絶対建てちゃダメだと思います。はい、医療局何か。はい、はい、本田先生のおっしゃる通りはその通りかとはもちろん思っておりますが、やはり現実は厳しい、その通りでございます。ただ、先ほど来、菊池院長先生もはじめ、こちらで、主張しているのはやはり何も手をこまねいて、その、ドクターの確保をしていないということではなくて、なかなかやはり、全国的にも厳しい状況にあるとはその通りかと思っております。ただ一つ、内科の先生につきましては現在具体的に大学での、交渉にも入っております。あとはその整形外科についても内諾していただける先生もある、言えるのはここまでです。確かにあとはその努力をして小学生の早期着任とか、あるいはその県から、あるいは国保連、そしてあるいはその紹介業者、あるいはそのこういうビジョンで新しい病院を作ってこういう応酬士モデルをやっていくという部分で、やはりこちらからリクルートかと採用活動していくということに尽きるのかなと思っておりますので、これが多分答えになってないというのであればその通りかなと思いますが、我々としてはそこからまず一つ一つ積み上げていくしかないかなと思ってございます。それからあと感染症対応の専門ドクターがいなくて感染症ということでございますが、確かに航空機内科の先生に来ていただければ一番かなと思ってます。それについてもやはり、もちろん獲得に向けて目標としているところはその通りでございます。ただそういうドクターが、まあ、今伊沢病院にいる小野寺先生が、いろいろこう道筋をつけていただいて、現在は外科の先生で切り盛りをしてやっていただいている外科だけでなくて、他の診療科の人も先生たちも入院あるいは発熱外来等でやっていただいているという現実もありますので、そこについてはぜひご理解いただきたいなというふうに考えてございます。多分答えにはなってないとは思いますが、現状はその通りです。はい、プロジェクトチームの7割の話について、本田先生おっしゃる通りではありますが、確かに リクルートしようとは思います。感染症の専門家はなかなか手に入りにくいので、実際に呼吸器内科医ということになるかと思いますが、呼吸器内科医でさえそれはなかなか手に入れない事実です。確かにですが、今あの医療局でも話したように、確かに最初の取っかかりの部分は専門家が必要ですが、ある程度形を成せばこれはもう総合診療的に他の医師が扱えるという経験を我々はここ1年以上そういう形でしてきてます。ですからおそらく多分本当にまた新しい感染症があったら早期にはね、専門家、呼吸器内科医か感染症専門医か分かりませんが、お願いして取っかかりを作って、その後その筋道を、まあ、院内の医師が担うということは十分あり得ることかなと思います。この件に関してはですね、当院の問題だけじゃなくて日本全国どこでもそうです。感染症が足りなくてどうしようかっていうのは、まあ、我々この三沢病院だけの話ではないので、まあ、これ
どこでもそういう形で対応するのかなというふうに思います。赤字に関しても本当に先生おっしゃる通りで、確かにあの赤字がずっと続けば、それはもうやっていくのはどうかなというふうに思います。現実でも、いや、そういう時期がたまたま続いたことがあるかもしれませんが、まあ、でもですね、まあ、そこを乗り越えるための努力をして、あとはこれ医療政策ですから、まあ、市および市長よりその市当局がその医療どうかなんか、この福祉政策、医療政策、福祉政策、まあ、ちょうどそれかぶさるような形になるかと思うんですけど、それをどのぐらいの赤字幅まで許せるかという話になるかと思うんですよね。まあ、日本は多分高齢化社会になっていくので、ある程度その福祉という形の医療政策を容認しないといけない状況なのかなと私は思ったりします。それは分かりますけれども、非常に平時においてはね、平時においては水沢病院は非常に厳しいところの医療をやっているわけではないと思います。頑張っているのは分かると思うんです。分かりますが、ここでしかできない治療をいっぱいやってるって、このぐらいの9億10億の赤字は仕方ないねって言われる組織ではとてもないわけで、それを認めれるかどうかはその個人の考えにもよると思うし思いますが、私は一市民としてはとても容認できないレベルにも達していると思います。でこのままやり続ける、単独で立てるのはいけないって言ってるわけなんですけど、単独で立てて、このまま市の財政に負担を与え続ける、だけのその普遍的な価値があるのかって問われると、やはり木先生には本当に大変申し訳ないけどですが、ないと私は思います。はい、はい、どうぞ。これに関してはですね、ですね、まあ同じ状態を続ければそれは良くないと思います。でも同じことをやろうとしているわけじゃなくて、それを正そうといろんな努力をして、そこを少し変えて立ち上げようという努力をしながらやろうとしているわけですよ、将来のために。だから先生におっしゃるようなその危惧は非常に分かりますが、その危惧だけで言ったら新しい事業はできないんじゃないかなと私は思うんですね。今建て替えるっていう話があるときに、やはり私立医療機関を整備していくとかっていう話は絶対に必要だと私はやっぱり思います。どんどん人口は減っていくし、税収だって今見てる患者さんを見ると皆さんお年寄りなので、働く世代どんどん減っていきますので、税収だってどんどん減っていきますよね。そういう中で8億も9億も多分建てればずっと赤字出ますよ。これ同じように55億使って建ててどんどん赤字が降り積もっていく、それはどんどん市民が負担するという、するとその代わり他の市民サービスがどんどん削らざるを得ないという状況になってまで、多くの市民7割の市民が容認するとはとても思えない。7割ね。はい、はい、どうぞ。今本田先生、8億9億をつぎ込み、マイナスを出しながらといった部分はあくまでも営業収益の部分が、まあ、そのくらいの数字になっているわけでございますが、やはり必要な、やはり基準をもとにその財政、一般会計から繰り入れをしていただいておりますので、それによってちょっと多い時では3億5000万にはなるので、その圧縮は必要なんですが、すぐさまその9億10億がマイナスということではございませんので、そこだけはちょっと説明させていただきたいなと思いますし、それからやはりその経営改善の実態をやはり示すことが一番だなというふうに思っております。先ほどと簡単にちょっと説明させていただきましたけれども、やはり一つ一つ小さいものから積み上げていってですね、コンサルさんの方からいろいろご提案ございますので、そちらの方に取り組んで少しでもやはり経営を改善につなげていくことがまず第一かなと、令和5年のそこからスタートだと我々は考えてございます。はい、ありがとうございます。今のことだとちょっと一つね、9億とか言ってるのは
やっぱり市の一般会計から入ってるわけですよね、実際にはね、9億円というのはね。だからそれはやっぱり病院一つとして考えたときには赤字なわけですよね。僕らの感覚からすればね、僕らは何ももらわないで医療収益と支出で考えるからね。その他のところから俺らのところに市から何億とかって入ってくるわけじゃないからね、何千万とかって入ってくるわけじゃないから、それで黒字にしながら新しい機械を買ってやってるわけですよね、普通の感覚では、私立のところではね。それを9億入れてるのは、それは必要だから入れてる、確かにね、赤字部分、負債算部分を多くやってもらってるのは公立病院だから、それを入れるのは当然だっていうのは当然なんですけど、それを当たり前だというふうな形で言われては、それは困る。そんな当たり前ではないんです。それはなくて去るように努力するっていう言い方をしてもらわないと困る。市民の前でもそういう言い方はあなたがするので、この場合もそういう国交委員会でもそういう言い方をされます。で、やっぱり非常に誤認は赤字は赤字なんだから、やっぱりそこはちゃんと伝えないと、基準の範囲で補填しているのは分かるけど、実際は赤字ですっていうのはちゃんと市民に伝えなければ、でその補填がなければその他のお金は他の市政に使えるわけだからでしょ、うん、だからやっぱりそれは間違ってる、間違った説明。はい、ちょっと市長どうぞ。財政の方は我々責任持っているので、財政のことについて話しますと、先週令和5年度の予算通りました、当初予算、それで615億円が市の予算です。一般の会計です。その615億円の市が、いろんな形で福祉費やら医療費やらいろんな形で払ってます。で、一つ、先ほど のあれにありましたけど、トータルで見た場合に欧州市っていうのは健全の範囲なんです。これはもう確実に言えます。それでこの10年間にいろんな投資をして、それにかかる分を全部入れた数字が先ほどの数字です。将来に向けたその公債をどれだけ使うか、ちょっと待ってください。それでああなってると。その中には先ほど言いましたように病院建設、これ、ね、多分財務は多めに見過ぎてるんですけど、100億円入ってます。それと年々の医療費は15億円入ってます。で、当然介護費も十数億円入ってます。そういう中であれを組み立てたんですね。それと55億円の話をさせていただきますと、今年というか4月以降に給食センター、これ総事業費34億円です。それから水沢中学校の建て替え、総事業費43億円です。教育で77億円投資するわけです。ただしこれは公益の目的があるんで、これはだいたい国からの補助を受けてだいたい半分ぐらいになります。で、55億円どうなるかというと、これも国からの補助金を受けてだいたい30億円ぐらいになります。と、建物で30億円ということは30年で終わりますから、年に1億円ずつ払っているんです。615億円 の市が年1億円ずつ払うということなんです。つまり615万円の家庭からすると年間1万円ずつ払っていくというのが今の55億円の財政のインパクトなんです。ですからこの健全財政は続くんです。人口が減ると言ってました。人口減ることも考慮して全て我々は計画を練ってるんです。そのことだけは信じていただきたいと思います。はい、立てることに関してはそうかもしれないけど、立てた後もやっぱりずっと赤字が出るわけで、それも入れてます。入れてますか、はい、それが健全なんですか。あ、それはね、病院として健全なんですか。例えば八幡大市心臓病院作りました。他の例はいいんです。意見を聞いてる、あなたの意見を聞いてる。ですから9億円10億円の赤字を出す病院を建てて、それが本当に健全なことなのかという。ですから、それは我々の感覚としては、例えばじゃあ上限水道を皆さんに使ってもらうのに年間やっぱり数十億円かかりますね。それが健全なのかどうかっていう話なんですよ。それを615億円の中で市民生活がちゃんとキープできるような形で今進めてるわけです。ですからそういう意味では健全です。ただし病院経営としてもっと改善できるんじゃないかっていう疑問に対しては、私は改善する余地があると思います。それはこういうふうにこんなに赤字は出ないわけですからね。
この形態で。だからその辺は本当に健全でこれならいいんですっていうことで押し切られるんであれば、あのやっぱり将来的にやっぱり判断するしかないと思います。はい、まああの今どうしても今の水沢病院の話だけになっちゃってるんですよね。どこも国家省全部赤字になるわけですね、本田先生の考え方すると。それを足しちゃうともっと大きくなっちゃいますよね、この地区の私立医療機関としては。あ、そこも考えなきゃいけないんだろうなと。だからずっと本当に2病院3診療所を継続させるのかっていうことですよね。だから場所としてはボスコにあってもいいです。ただそれはもう一つの病院として考えて、それを水沢病院が全部をサトライトで経営していくとか、そういう極端な話ね。もっと極端な話で言えば水沢病院だけにして他を全部なくすとか、そういうところまで考えてもらわないといけないんじゃないかなと僕は思うんですよね。まず全部を残した上で水沢病院を新築するっていうふうな話ばっかりになっちゃうんで、そこが問題なんだと思うんですよね。市全体のことを考えるっていうんであれば、水沢病院は新しくする。じゃあその代わりそれぞれの病院診療所は水沢病院からに全部集客して、そこからのサテライトで動いてもらうとか、そういうことまで考えるべきだと僕は思うんです。それぞれを残すっていうことを考えるんじゃなくて、ただそれが新病院を建てた時にすぐにスタートするっていうことじゃなくて、新病院をスタートさせた時にそれであればここはサテライトにしてこう、そこはサテライトにしてこうっていうふうなことを考えてるんだよとか、そういうことも含めた上で話をしてほしいな。そういうご意見をですね、やっぱりいただきながらこのネットワークっていうのを考えていきたいと思いますね。まあそういう意味ではこれは懇話会ですから、いろんな意見をいただきたいと思うんです。で、本田先生には一つ質問したいのが、要するにあのやっぱり公立病院っていうのは先ほど言った感染症対策であるとか、それから災害用の時の体制、これ必要だと思うんですが、水沢病院辞めた場合にそれはどこがどうになるんですか。三沢病院と八重洲病院がありますから、県がやはり中心だってやるしかないんじゃないですか、そうなった場合は。あと医師会だと協力しますからね、ある程度。そういうことじゃないですか。それで答えられませんか。それについてどなたかご意見があればいただきたいなと思うんですけど、三沢病院だけでできないっていうのは、まあ今は三沢病院があるからいいけど、あのそうなったら その場合はそれでやるしかないんじゃないですか。水沢病院がなくなった場合に質問してるんですよね。いや、なくすって言ったら質問してるんですよ、うん、だからなくなったら伊沢病院と江差病院でやってもらうしかないんじゃないですか。あといろんな医療機関であの協力し合ってやるしかないんじゃないですか。ですから県立病院ですから、はい、我々直接手は出せないわけですよ、はいはい、うん、そういう中 だって他の市はやってないところもいっぱいあるわけですから、病院ですから、そういう最初から提携してればいいんでしょう。ただ本当にあの間に合う規模ですかっていうのは、先ほど僕が間に合う規模だと思いますよ。菊池先生が話した内容だと思うんです。思いますよ。間に合う。絶対間に合う。はい、今のことについてはとりあえずはいいですか。また後で。あ、いいですか。はい、じゃあ。先ほどの市民意見の7割というかですね、水産品の考え方についてですけれども、まあ、一応2ページの表にですね、まあ、主な意見であの円グラフに書いておりますけれども、まあ、これの母体というか母数についてはあの2の意見数が母体になっております。だから、まあ、ある意味123件のうち、まあ、賛成が 74%、まあ、あのモデルについてですね、建設候補地に関しては 69% が賛成ということで、まあ、基本的にはこの数字をもとにしてますので、まあ、本田先生おっしゃるようにですね、全てがあのここで全部があのそうだというふうに我々も考えているわけではありません。まあ、ただあの、まあ、別な観点からすればですね、あの我々もいろんな出張懇談会とかあの行きました。で、その中でも本当にいろんな方のですね、ご意見も聞きまして、あの、まあ、これもその意見が、まあ、その部分はここにこの円グラフには入れておりませんけれども、現実問題、そのこれに関しては賛成だというような声がですね、私はすごく多かったなというふうに感じておりますので、まあ、あのそれが正しいということではなくですね、あのそういう声はやはり我々もあの実感として持っていると。それで、あの民意の集約っていう、まあ、そこらについては、ね、非常に難しい問題だと思います。これは全てあの
最終的にはどこで判断されるのかっていうのはやっぱり私は議会なんだろうと思います。なので結果的に我々はある程度その政策を進める上で必要な最小限、まあ、最低限といいますかですね、ある程度 の, その 材料を持ってこういうことは市民も望んでいるというように、まあ、想定されるということで、まあ、議会に持っていって予算、まあ、措置なんかを上程するわけですけれども、最後は結局民意の、まあ代表であります市民の議会の方々のですね判断によって結果的に民意というものは決まっていくんだろうというふうに思っております。はい、じゃあ議会が決定したらもう決定だということですね。まあなんか噂ではもうほとんど決まってるっていう話を私は聞きましたので、まあ一応反対意見が強くあるということをやはり即席を残したいと思って話しました。あとやめます。はい、やっぱり市民10万のうちの569人という少数のうちのさらに4分の1、5分の1の123人、これどう見ても数字的に何の意味もなさない7割ですよね。統計とかそういうところまで考えても何してもこんなサンプルで話をするってこと自体がおかしいとこでは思うと思うんです。だから7割7割って一生懸命言うけどどこにも根拠にならない数字、7割ですよね。確かに意見を述べた方の7割だっていうことは分かりますけども、これが市民の全体の意見からしてこれだけの人たちをサンプル取ったから、まあ、それで7割になったからっていうことじゃないですからね。7割7割言うんであれば全市民にアンケートを出して全部答えて何割の人が答えてくれてそのうちの何パーセントがどうだったっていうことを出さないと、そういう数字を一生懸命言っても良くないと思います。それは誘導している形になると思いますので、そこは注意した方が僕はいいと思います。まあ意見ですからね。はい、他に何かございますか。はい、芝美委員お願いします。はい、司会司会の千葉です。今日は初めて菊池先生の声を聞くことができて、今まで菊池先生がここにいらっしゃらなかったのでみんなで意見を言ってもですね、なかなかこう病院長がいないところで意見を言っても伝わらないなというふうに思ってましたので、先生からの声を直接伺うことができて本当にありがたいと思います。で、菊池先生のさっきの発言の中でですね、敷居を低く問答を広くする気持ちで対応していると、それから高齢者の地域包括医療を実現するための医療が必要であると、医療は福祉である、見てほしいという患者さんはできるだけ見てあげたいと考えているという意見、素晴らしい志だと思うんです。で、本来であれば奥州市民一番来てほしいのは自宅に来てほしいとか、訪問看護に看護師さんが来たり、医師が来たりですね、とにかく助けてほしいっていう声が実は相当な数あるんだろうなというふうに予想してるんですね。で、せっかく先生のようなベテランな先生がですね、専門の科でなくても訪問するとしてあげられることっていうのがはっきり見えるっていうか見立てることができて、それを物理的にドクターの数とか看護師の数で全市民を見るとなると相当難しい問題になってくると思うんですが、それはですね、この科で今それを遠隔でやろうという試みを近藤先生が考えられていて、そういうなんていうか、そろそろ奥州市もその市民に優しい医療、家にいながら看取りまで安心して見てくれる医療、そういうふうな体制をですね、今日は東三沢訪問看護ステーションから佐藤市長も来てますので、もう本当にやってますので、そういうふうになるとですね、ずいぶんその市民から感謝されるような医療ができるんじゃないかなと思います。で、今日はマンコロ病院の病院長とか私の尊敬する、前沢診療所のですね純先輩も来てますんで、そういうことを考えていくとですね、そろそろ病院に集める時代ではなくて、病院から専門職が出ていって、出ていけないときは遠隔オンラインで診療できるように厚労省ももう設定しているわけですから、ちょっとその頭の中百姓にどう
ふっと、まあ、来るかどうかわからない医師の確保よりも、今市民は本当に家に来てほしいっていう人たちは大勢いらっしゃると思うんですね。それも1回ではなくて毎月会いたいなとか、そういうふうになってきておりましてですね、そうすると水沢病院は随分モデルチェンジした形でなんかこう数字を上げていけるんじゃないかなと思ったりしてるんです。なんかさっきの議論ですと数字さえ利益が出れば病院は成功したみたいな感じですが、そうではなくてですね、いろんなことをやると数字は上がると思うんですけども、果たしてそれで患者さんが満足しているかとか、本当に質の高い医療が提供できているかっていうのはまたちょっと別の問題で、数字はあくまで後からついてくるテストの点数っていうふうに考えていただいてですね、それよりもやはり欧州市民ですね、3月3日現在で11万1284名なんですよ。それに対してたった100床の病院を建てたとしたらですね、 0.09% の人のために、しかもその人がどのぐらいいるかとか、どのぐらいベッドに空きがあるかと、もう市としてもですね、もうやっぱり稼働率考えなきゃいけなくなってきますんで、その逆にそのモバイルっていうか、もう今スマホ持って外に出る時代なので、なんていうかこう水沢病院の在り方を変えていくとですね、もし公園のところになんか世界最先端のそのモバイル診療ができる端末とか設備があればですね、ああそれだったらいいよ、投薬でいいぞとかっていう感じになればですね、すごくこの議論も大きく変わってくるかなと思うんですね。そうするとまあ建て替えなくても今できることがあるんじゃないかなと思ったりするもんですから、なんとなく建てることが目的になっているような気がしてならなくてですね、まあ本田先生が大先輩の菊池先生に意見を言うというのは尋常でない覚悟を持ってですね意見を言っていると思いますので、そういうふうにですね、ちょっと世の中の動向、そしてで高齢化が進む欧州市を考えると、もっと高齢者に優しいというか、高齢者であっても、まあ、健康は保てるんだと、健康寿命は伸ばせるんだというふうな形のモデルっていうのもちょっと模索していただきたいなというふうに思います。であと最後に人件比率、先ほどから提案していただいてありがたいんですけども、人件比率は非常にナーバスな問題です。新しい病院建てるんだったら理念も違ってビジョンも違って仕組みも違うんです。ですから新しいメンバーを集める覚悟でやらないと、横滑り状態だとなんか前よりきついよねとか、まあ労働条件の問題になってしまいますので、何のために病院をつけるの作るのかっていうのを考えることと、今いる水沢病院のメンバーでちょっと地域に目を向けた訪問診療をもっと特化していってですね、数字っていうか結果を出していけば、おそらく市民からすごくいい病院だというふうに言われるんじゃないかと思いますので、まあそのところですね、人件比率はちょっと一旦この病院がなくなって新病院が新しく建つとすればですね、できれば公募しないといけないんじゃないかなというふうに思います。以上です。はい、菊池先生。先生のご意見はよくわかります。確かに訪問診療、訪問看護、在宅医療、それから遠隔診断、そういうものがね、今後さらに増えていっていいと思います。増やすつもりです。でもですね、バックベッドとしてベッドが、これはなきゃいけないことなんですね。地域包括ケア医療をするのにあたって、患者さんがいつでも具合悪くなった時に直結してベッドとつながるような、外来からベッドまでつながるような医療を我々が考えておかないといけないわけで、ベッドがない在宅医療というのはあまり現実的じゃないんじゃないかなというふうに思います。それからできるだけ在宅今後増やすことになるだろうと思ってます。私も今後将来にわたってね、ただ患者さんは全て在宅で家で
診療を受けたいかというと、必ずしもそうではなくて、例えば我々見てる、例えばがんの終末期の方たちは、まあ、家に帰りたいから家に帰る。だけど、やっぱり病院に戻って、病院でプロの元での診療を受けたいというこの気持ち、気分の触れが発生してですね、行ったり来たりすることがまだあります。そういうことにも対応できるような医療でなければならない。必ずしも在宅だけで、外だけで住むとは考えてなくて、ベッド の意味も強く持ってなきゃいけないかなというふうに思います。それからですね、先生、建てる、まあ、病院を建てるための計画というような話をされましたが、これは病院を建てるためじゃなくて、病院、例えば今の我々の働いている病院は、特に手術室、それから透析室、それから検査室が入っている給湯の部分は、かなり今度地震が来たら危ないという状況です。私は2011年の3月11日金曜日午後2時46分頃、1例目の手術が終わって2例目の手術のための手洗いをしていました。その時に急にガガガガと強く揺れました。びっくりするぐらいの揺れで、私オペ室の方に麻酔科医が、麻酔かけてたんですけど、そしたら麻酔科医が麻酔かけて患者さんの頭側にいて、看護師がそのベッドがあちんたりこちんたりするのを抑えて必死になっている姿を見て、うわー、これは大変なことになった、もう崩落するんじゃないかというふうにあの場で思いました。あれからもう12年ですね、経って幸い今のところ何もないですが、私まあ職員もそうですけど、例えば透析でかかる患者さん、それから手術を受ける患者さん、まあ、検査もたくさんあそこでやってます。そういうところの、まあ、危険の中でねやってるということをやっぱり皆さんに認識していただきたいなというふうに思ってまして、新しくしたいというよりは、まあ、もしこの病院を更新するという市の方針があるんであれば、早めに建て替えた方がいいだろうと、まあ、もし更新するつもりがないんであれば、それは辞めるという手もあるでしょうけど、辞める場合にはあとどうするか考えなきゃいけないし、いずれにしても続ける場合にはいつまでも給湯のオペ室、それから透析室を使うことは私は難しいだろうというふうに思ってます。なかなかうちの職員はそういうことを表立って言いませんけど、みんな心にそういう不安を抱えながら診療しております。以上です。はい、じゃあ行きます。はい、その全部モバイル診療にしようっていうことではなくてですね、今水沢病院があるわけなんですよ。あるわけで、 もっと外に目を向けて訪問していくと、具合悪い時に水沢病院に行けるわけなんですよね。救急車でも行けるわけなんです。ですから何も新しい担ぎ込まれた人がですね、あ、ここは古いからここ嫌だなっていう感じよりも、ベッドがあれば、ベッドを新しくすれば随分状況が違ってくる話なのかなというふうに思います。で、とにかくまあ我々民間で言ったら一旦倒産して亡くなってしまったっていうところから、また開業のそのことを考えていかなきゃいけない大プロジェクトなんだと思うんですよ。ですから羨ましい、本当にその市の税金でですね、バッグがあって手術室があって、もうその手術そのものも本来の市民のニーズから時代の変化に伴って変わってきていらっしゃるんじゃないかなと思ったりしますので、むしろ訪問診療に特化している専門の大きな総合病院が本当はあればいいんだろうなというふうに、まあこれから超高齢化進みますし、我々も今日7階まで上がってきたんですが、エレベーターがなかったら多分大変だったんじゃないかなと、中本先生とエレベーター乗ってきたんですけども、上がってこれなくなるとか自宅から出れなくなる日も来るであろうということも考えると、やはりその訪問診療今できるじゃないかなと思いますので、ぜひ考えていただきたいと思います。以上です。はい、菊池先生どうぞ。ちなみに私は今日7階まで駆け上がってきました。エレベーターなしで。
それはやる気次第の問題かなというふうに思います。それでですね、何でしたっけ、在宅はですね、やらないとは全然言ってません。今でも少しずつやってます。今後はさらに5年10年のスパンで見たらどんどんやることになると思います。先生はやらないというふうにおっしゃってますけど、やらないとは決して言ってない。今後もおそらくそういう方向に向くだろうとは思います。それから手術に関してはですね、我々の伊佐病院と競合しようとは思ってません。伊佐病院でやらない手術、伊佐病院であまりこのまあできれば他の手術やりたいっていうところでちょっとあまりやってない手術をうちでやるというような形、競合してないということはこの地域においては医療需要をそこで完結しているということになって、この地域にとっては医療の手術的な医療のですね必要をうまく叶えていると、それに、我々がそのうまく満たしているということになるかと思います。実際先生ご存じないかもしれませんけど、伊佐病院の小児内科から紹介されることもあるんですよ。それは伊佐病院でも手術はいっぱいあるけれども、やるけれどもメインとしている手術があれば、例えば伊佐病院の外科の先生たちはそれを中心にやることになって、そうじゃないものを早くやりたい場合にはこっちに回してこちらでやるということもあるわけですよね。それ決して競合してその何つうか 2つの病院でやって無駄だという考えじゃなくて、これ連携プレーなんですよね。ある意味お互いにやらない部分、あるいは不足している部分を補い合うというような形で、こういう急性期医療のノウハウを持っていることが、実は我々の感染症医療、完全にある急性期医療ですから、そういうことにおいてうまく役割が果たせるということなんですね。だから手術はやらなくていい、手術は完全に医者に任せればいいという、もう多くの方が思っているかもしれませんけど、それほど単純な問題ではなくて、それはある程度のその鳴らされる方が必要ですよ。あの病院ではここまで、あの病院ではここまでという形は必要だけれども、どっかの病院、例えばうちのような病院が今後回復期、悪急性期に軸足を置くとしても、だったら手術やらなくていいんじゃないかという話とはつながらないというふうに私は考えています。はい、よろしいですか。はい、いや手術をやらないでくれっていう意見ではなくてですね、結果を出すようなその改善策の中で訪問診療ニーズが大きいんじゃないかなというふうに思いましたので、そういった意見でございます。はい、訪問看護慢性期ですね、それをメインにやっていくにしたって、どうしたってその人たちが急変がありうるわけですから、それは急変としてその診療しているかかりつけになる病院が見るべきだと僕は思うんで、やっぱりその部分はやっていかなきゃいけない。だから全く急性期なしってことはありえないんですね、病院として考えた場合。だからそれはそれでやるんだけど、軸足がどっちにあるかですね。急性期を やる片手間みたいな形になっちゃうとそれは困るんです。だから慢性とか在宅とかそういうのをメインにするっていうことを考えていくような方向に向いていきながら、急性期部分は後々縮小していく形になるけど、でもできるんだよっていうところは残しとかないと、ベッドとして残してるとかね、手術場として手術がある程度できるような、かなり状態が悪くなった人だったらさらに上の病院に回すとかね、そういうことはしなきゃないでしょうけども、ある程度のところまでは自分のところでのかかりつけの患者さんについては見ていかなきゃいけないのだから、やっぱり手術場をなくすとかそこまでこう極端なところにはいかないんだろうなとは思いますけども、ただやっぱりもう震災の直後からですよね、耐震構造もどうしようもないっていう話になって、10年前からこういう話ばっかりここでやってるわけですよね。そのたびに変わるわけですよね、毎年毎年コロコロ。それが一番面白くないんですね、僕たち続けてきた人たちからすればね。市長が変わって辞める、前の市長が辞めるときに突然ボロンと変わったり、選挙のために変えたとかね、自分の、ね、進むところで、新しく来た市長は市長でこうだって言って、もう全部残して全部やるって、で新しくするって、そういうふうな形で話してくるし、
まあ、最初に医師会にそういうふうに行くつもりだっていう相談も何もなしで、だからこうやって揉めちゃうんですね。僕たちはもう2年前3年前にですね、全部を一つの診療病院として進んでいくんだろうなと思ってたんですよね、その時にね。それがすっかり消えちゃってて、その話も出てこないし、そういうところが今の体制の悪さなんだと。別に市全体のこの医療欧州市というね、全体を一つの病院として考えて、その中にいろいろ役割を担う部署があってという考え方はいいと思うんです。ただそのためにそうするんであれば、そうだっていうんであれば、市から率先して市を市立の2病院3診療所をなくして、それをサテライトにして全部の場所には診療する場所としてはあるんだけども、中心となる水沢病院だけが病院としては登録してあると、であとはサテライトなしよっていうようなやり方とか、ね、そういうところまで考えてくれないと困ると思うんですよ、ね、困るんですよ。あ、また3年ぐらい経って市長選があって変わったらまた同じことまたやるのかっていう話ですよね。だから そういうふうにならないような管理を市として作っておかなきゃいけないと思うんですね。で、まあ、あのこの会はあくまでもそれぞれの人たちが市の医療行政に対してどう思ってるかを述べるところであって、決めるところじゃないからね。だからいろんなことをこうやって言ってますけども、あくまでもこの意見をどう組み上げてどう使っていくかっていうのが市の腕の見せ所、市長の腕の見せ所なんだろうなと思いますので、まああとはまたいろいろご意見ございますでしょうから、何か委員の方々のご意見ございませんでしょうか。よろしいですか。まあ、あのいろいろ話が出ましたけども、まあ、これをうまく市の方、市長さん含めうまく使って、新しいプランに役立てていただければと思います。で、当館にないようですので、本日の協議についてはこれで終了としたいと思います。この後の進行については事務局の方に回したいと思います。はい、亀会長ありがとうございました。それでは次第の4その他でございます。全体を通して皆さんの方何かございますでしょうか。その他でございますけれども、何かございませんでしょうか。はい、それでは事務局の方からの次回開催につけついての説明をさせていただきます。次回につきましては、